ノアジュニアの新たなメンバー、道のくプロレス剣王。2011年日テレジータス杯にも出場した剣王。去年12月東北ジュニア V2 達成後、王座を返上という覚悟の上でノア参戦を表明。2014年ノアジュニア戦線がさらに加熱する。第1試合新春ノアはじめオープニングマッチ、熊野仁志対剣王。2014年のオープニングマッチです。 1.5 後楽園ホール大会第1試合、ノアに新たな戦いを求めてきました道のくプロレスの剣王がこれから入場してまいります。衝撃の去年12月、ノア参戦アピール、東北ジュニア王座を、その2度目の防衛の後にそのベルトを返上しました。ベルトを返上してノアの戦いを求めました。昨日からノアの合宿所に入りました。そして新たなページを開こうとしています道のくプロレスの剣王です。174センチ95キロ、1985年7月1日に生まれた29歳、この剣王が2014年のオープニングマッチ、最初にこの新しいマットの上に立ちました。新たな戦いを求める剣王と対峙するのは、シングル初勝利を求める熊野仁志です。去年の 1.6 バトルロイヤルでプレデビューを果たしてから1年、2月9日後楽園ホールで正式デビューを果たしてから11ヶ月、この熊野仁志が剣王の相手を務めます。赤コーナーに立ちました。170センチ75キロ、22歳の熊野仁志です。15分の一本勝負、新春のは始めオープニングマッチ。青コーナーは道のプロレスの剣王、ノアに新たな戦いを求めています。一方赤コーナーはシングル初勝利を求める熊野仁志、いきなりドロップキックでいきました。2014年の戦い始め、さあ、ミドルキック、強烈なキックを放っていったのはこの道のプロレスの剣王です。幼少期から日本拳法を習っていました。最年少で全日本拳法総合選手権で優勝したこともあります。そしてフランスで行われた世界大会でも優勝したことがありますこの剣王です。2008年の3月5日地元徳島でデビューを果たしました。新崎人生にスカウトされて道のくプロレスに入ったこの剣王です。今年 3.2 徳島ではデビュー6周年記念日の記念大会も行われています。行われますこの剣王です。さあ、ドロップキックを放っていったのは熊野仁志。去年1月にプレデビューを果たして、そして2月にこの後楽園ホールで正式にデビューを果たしました。ファーストカバーはこの熊野仁志、カウンター1です。去年は日テレジータ祭にも出場、あるいは GSC ジュニアタッグにも挑戦をしましたこの熊野仁志。さあ、熊野仁志が今年はシングル初勝利を求める1年、さあ、その2014年のオープニングマッチでこの剣王からシングル初勝利を奪うことができるでしょうか。おーっと、強烈な一発。2008年の 3.2徳島でデビューを果たしましたこの剣王です。そして去年には東北ジュニアにも輝きましたこの剣王、2度目の防衛の後、12月13日のこの後楽園ホールでノア参戦をアピールしました。ノアには2011年の日テレジータス杯で剣王剣舞のタッグで出場しています。
その時には2勝2敗、初戦で金丸健太と戦いまして、その時には22分17秒、この剣王がドラゴンスープレックスホールドから、あっカバーに入った、カウンター2、ドラゴンスープレックスホールドから22分17秒、あの健太から3カウントを奪っています。 GSC ジュニアにも、その時にはジュニアタックにも、その2011年には挑戦しました、この剣王です。さらなる高みを望んで、このノアのリングに登ることになりました、この剣豪。昨日からノアの合宿所に入って、そして GSC のジュニアのベルトを目指したいと話しているこの剣豪です。さあ今度はスリーパーホールド、熊野仁にその動きをさせません。オープニングドロップキックを放っていったのはこの熊野仁でした。しかしその熊野の動きを制しているこの剣豪です。サードロープ、ロープレイクを求めました、この熊野仁。さあゆっくりと近づいていきます。デビュー間もなく6年を迎えようというこの剣豪、一方でデビュー1年となりますこの熊野仁です。強烈なミドルキック、さあ立ち上がってきたところ、エルボーを打ち込んでいく。しかしその分厚い肉体、剣豪まだ耐え続けて、あーっとこれも鋭いキックを放っていった。さあニュートラルコーナーに一度ぶつけていきます。超満員に膨れ上がりました後楽園ホール、2014年のこのノアオープニングマッチ。さあバックを取って背中にドロップキック一発、首筋のあたりでしょうか。そしてジャンピングでエルボーを放っていった熊野、その熊野が剣王95キロを軽々と投げていきました。腰を強打しました。そして片指固め、カバーはカウント2、カウント1です。ことごとくカウント1で跳ねのけているこの剣王、しかし怒涛の攻撃を放っていくこの熊野仁、フィッシャーマンの体勢。さあこの剣王を再び持ち上げることができるか。おっとローリングスポット、さあかましておいて、さあそしてフィッシャーマンからスープレックスホールド、さあカバーに入る、カウント2、カウンター2です。さあこの熊野仁が剣王から、あっと逆に剣王が強引に投げ飛ばしていきます。ここら辺はキャリアの分がありますこの剣王です。ただこの熊野仁もノアマットというこの戦いの場で1年間研鑽を積んでまいりました。あと張り手、強烈な張り手を放っていって、しかし下から睨み上げる熊野仁、その熊野をニュートラルコーナー反対側に飛ばして剣王が向かっていく。さあ剣王が、おっとダブルの膝蹴り、そしてあっとこれは低空のドロップキック、さあ片手に入った、カウントが入る、カウントは2です。そしてこの足首を固めていきます。さあ熊野が厳しい状況になった。さあそこから、あっと熊野が反対にかかとを取りに行くか、あしかしミドルキックから片指固めに入りました。なんとか返しているこの熊野です。各種のキックをその特徴としていますこの剣王です。さあもう一度、あっとキックをかわしていって丸め込んだ、さあどうだ、あっとカウンター2、その瞬間を狙っていました。もう一度逆さ抑え込みに行った、どうだ、剣王から3カウントか、あっとカウント2、さあバックを取った、バックを取り返している剣王、バックの取り合いになっています。フルネルソンか、あっと丸め込んだ、カバーにしているのは熊野、あしかしカウント2、まだカウント3には至りません。そして剣王を捉えた、剣王を捉えておいて、あしかし剣王が体勢がいいか、さあ丸め込んでいきたいところ熊野、しかし体勢は崩れません、体勢崩れない。さあもう強引に剣王が持ち上げていって、そしてあー強烈、強烈前から崩れ折れました熊野、意識はあるでしょうか。さあそしてこの剣王が抱えていくのか、抱え上げていきました、おっと前から落としてガーッと、さあカバー
はここはしません。そして、あーっと強烈、強烈な一発、左側頭部。そして、うん、まだカバーにはいきません、まだカバーにはいきません。足を取っていきます。さあ、そして足を取りながら、あーっと顔面を締めていって、そしてギブアップを奪いました。さあ、衝撃のこのノアマットデビューを果たしました、この剣王です。熊野仁志からギブアップで勝利を奪いました、この道のくプロレスの剣王。ノアに新たな戦いを求めてきました、この剣王です。昨日からノアの合宿所に入って、そしてノアで前線に参加するというこの剣王。日本拳法を幼少期から習って、その下地からプロレスの世界に入ってまいりました。その剣王が2014年のノアのオープニングマッチ、新春ノアはじめオープニングマッチで見事な勝利を収めています。勝負タイムは7分19秒、剣王が勝利を収めました。今ようやく熊野が後頭部を抑えながらこのリングを後にするところ、2014年もシングル初勝利を求めるこの熊野仁志です。勝負タイムは7分19秒、剣王が勝利を収めています。